イト、ラベナと入れ替わって、ラベナのショットは、ああ決まりました。ディフェンスのラベナと入れ替わって、ラベナのショットは、ああ決まりました。7点を追いかける展開の滋賀は、今この日本代表川又の姿がコートにあります。さあ一方追いかける滋賀レイクス、キーパーラベナからまずは攻撃を組み立てていきます。残り1分を過ぎました。第1クォーター、野本が入っている滋賀レイクスですが、ジャンプパスとして川又決めていきます。川又の今日初得点になりました。